みんなでこのことをできるだけ多くの人に知っていただき、拡散する努力ですね。こちらで猫ちゃんをお迎えしましたが、半年後に FIP という致死率 99% の病気で亡くなり、落ち着いた頃にまた猫ちゃんを購入しました。病院に行くとまた FIP で亡くなりました。短期間に2匹連続致死率 99% の病気にかかることはありますか？買ってきた次の日から咳が出てたので、併設されている動物病院に連れて行ったら、フーアンドリクは結構伝染病かかってる子が多いよと言われてました。うちの子はケンネルコフにかかっていました。感染力が高いので多分他の犬もかかっていると思います。クーアンドリクの非道な犬猫を中心とする生態販売について SNS で話題になっています。社長の大久保の感想はこうお願いします。このようで考える限りトップの極悪人だと思います。それとともにクー&リクでの事件を多くの方に先生のお力で広めてほしいです。クー&リクの実情です。実は今回のこの会社の件、きっちりデイリー新潮に記事にされていました。元々の従業員が告発したようです。記事を読んでいきましょう。元従業員が告発。ペットショップ大手クー&リクの系列グループ企業の元社員がグループ内で運営します繁殖場のずさんな管理状況を明かしました。グループ内では全国に11の大規模繁殖場を運営していますが、元社員は自身が勤務していました繁殖場でネズミが大量繁殖していたと証言しています。提供してくれました全国の繁殖状況をまとめました。内部資料では生まれてくる子犬の死亡率が高い月で 30% を超えていました。元社員の話を直接聞きました。動物愛護活動で知られております女優の杉本彩さんは、大量生産ありきに命を軽視していると憤っておられます。取材に答えてくれましたのは、クー&リクの繁殖部門を運営しますグループ会社大光商事の元社員 X 氏です。以前はブリーダーが繁殖しました犬猫をセリを通して購入していましたが、業用の拡大に追いつかなくなり、数年前から自前で全国に大規模繁殖場を建設するようになりました。月に1店舗平均20頭が売れたとして、全国で4000頭、年間約5万頭もの犬猫が必要となります。今では北海道から鹿児島まで11の繁殖場が稼働するようになりました。初めて繁殖現場を見た時、そのおぞましい光景に絶句したと振り返りました。後輩を嫌がるメスもいるのですが、噛まれないようタオルを首元に巻いたり、2、3人がかりで押さえつけてオスと交尾させるのです。繁殖場はぶりだらけで、夜間に明かりをつけますと天井から何十匹と降ってきたと語ります。ネズミも毎日 2、3匹捕獲されるくらい、そこら中を走り回っています。そんな不衛生極まりない環境の中、妊娠した母犬が20から30匹ほど産室でお産を迎えるのです。その広さは2、30畳ぐらいで、1頭ごとに空間が仕切られていますが、常時けたたましい鳴き声が響き、落ち着いて出産できる環境ではありません。母体へのストレスは大きく、産みはしたもののネグレクトしたり、果ては我が子を食べてしまう母犬もいました。 X 氏の提供によります、全国の繁殖状況をまとめました内部資料には、目を覆う数字が羅列されていました。表の中にあったのは D 件という項目です。 D はデッドの頭文字、つまり死亡数を指しています。2021年10月の D 件率は 20.2%、 11月 34.8%、 12月 30.1%、 年平均 22.5% とありました。出産してきました犬が多い時で3匹に1匹は死んでいた計算です。 30% を超えます月は、どこかの施設でパルボウイルスが発生していたと思われます。死んだ犬は冷凍庫に一度保管され、溜まったら火葬場へ運んで処分します。公益財団法人動物環境福祉協会エヴァ代表の杉本彩さんは、動物愛護管理法に引っかからないギリギリのところでやっている印象を受けたと話します。そもそも現行の同愛法が大量生産を何ら規制していないところに大きな問題があります。繁殖の過程でどれだけ犬と猫が死んだとしても違反には問われません。そして前回の法改正についてこう振り返りました。動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準が省令で定められました。いわゆる数値規制です。小泉進次郎前環境省が、悪質業者にはレッドカードを出しやすい明確な基準にすると表明し制定施行されましたが、悪質業者にレッドカードが出された事例はありません。適正に運用されていないことをいいことに、悪質業者は大量生産大量流通を続けますので、根本的な問題解決には全く至っていません。嫌がるメスを無理やり交配させている手法を X 氏から聞きますと、杉本
本さんは顔を歪めました。ゾッとします。人間に置き換えればどれだけ残酷なことなのかがわかるでしょう。非道極まりないと話しました。最後に消費者に対しまして、消費行動を見つめ直してほしいと次のように訴えました。パステルカラーで彩られました可愛らしい雰囲気のペットショップにいてます。子犬子猫に会いますと、消費者は自然な交配で生まれてきたのだとつい勘違いしてしまいます。でも実際はパピーミル、すなわち工場で物のように生産されているのです。可愛い運命を感じたと子犬子猫に飛びつく前に、この子たちがどこでどう生まれてきたのか冷静になって考えてほしいのです。ビジネスありきのペットショップで犬猫を購入することが無意識のうちに罪に加担するに等しい行為です。クー&リクは X 氏の証言につきまして全面的に否定しました。ご指摘の事実はございません。法令の遵守はもちろん、動物取扱業に課せられるまたは適用される各種ガイドラインや規定を遵守の上運営しておりますと答え、嫌がるメスを無理やり交配させていることについてもご指摘の事実はございません。D 検率などをまとめた内部資料についてもご指摘のような資料はございませんと答えており、一切やめるつもりはなさそうですね。リクエストが多い大久保博之氏はどんな人間なのか、感想枠で見る前に先に少し見ておきましょう。クー&リクの創業は1999年です。大久保博之社長44歳が20歳の頃に埼玉県草加市で開店させました個人ショップが始まりです。ネットニュースでは現在44歳とされていますから1979年生まれだと思われます。2010年31歳の時に店舗数が30店舗に拡大しましたが、その際脱税で告訴されており社長職を退任されています。その後2015年に社長職へ復帰します。この脱税の件はニュース記事にも残っておりました。売上を除外し所得約1億8000万円を隠したとして東京国税局が全国30カ所以上でペットショップを展開するクー&リクと大久保博之社長31歳を法人税法違反脱税の罪で東京地検特捜部に告発していたことが12日分かった。クー&リク社はすでに修正申告した模様。ペットブームを背景に犬や猫の低価格戦略で拡大路線を進めてきた同社に対し国税当局のメスが入りました。この点だけでも金に汚いのがよくわかります。一つだけ気になる点は、ペットショップって昔からあっち系の人がやってることが多いんですよね。そこだけは怖いですが、たくさん依頼をいただいておりますからやらざるを得ません。大久保博之氏を感想枠で見るです。大久保博之氏の画像はこの1枚しかネットに落ちていませんので、本日はだいぶ角度が下がります。この画像だったらこう読むというポピュラー読みをしていきます。一番硬いリーディングをしていくしかないなという感じの診断でいきます。顔型は男性ですから吉相、お金や仕事はよし、真正面からではないですが、おそらくそこは間違いないです。そして次に額、額も前髪で少し隠れてはいますが、並走から吉相の間、この写真では門も見えませんし、そこまでしか読めません。生え際はおそらくなだらかな円型ですから穏やか。髪の毛の毛量はこの写真では何とも言えないので、まあスルーか通常層、これといって特筆すべき点はございません。眉も全く悪くなく対人をし、人が寄ってくるタイプです。中低レイアウトもこの画像ではほぼ噛んでいくしかありませんが、電卓インドは並走で、参考はまあ少しマイナスかもしれませんが、言うてそこまでピックアップするほどではありません。目は見づらいですね。さすがに1枚のみですと表情にも左右されますので、多分こうだろうくらいに思っててください。目は吉凶合わせ持ち、立ち回りがうまく仕事にそれが活かせます。ただ部下とか友人などいらないと思ったらバッサリいけると見ます。鼻はいいですね。鼻中がよく金運仕事運はバッチリですが、鼻の形と大きさ、顎、エラあたりからまあ上昇志向は強く、ボスやリーダー向き人間です。人中は通常、法令線も言うことはないですね。口が一番難しいです。開いてるところも見えませんし、まあ普通ですが、微表情と合わせますと自信家と見るのが確率的に一番高いと判断しました。というわけで画像1枚、表情も1つですから角度は低くなりますが、頭が回り立ち回りも上手、器用に生きていく人間ですね。ですから正直この面相で言うならば、どちらかといえば全然吉相寄りです。そして合わせ読むのならば、先ほどの脱税で逮捕されている件、また自分の画像や情報をネットにほぼ出していないことなどを加味しますと、慎重派で狡猾、頭を使って金を第一に考える人間、脱税は誤算だったでしょうが、捕まらないと分かっていればどんなことでも手段を選ばずできる男です。残念ながら今回の大久保博之だけではなく、ビジネス成功者には一定数いるタイプです。株式会社ワンワンハウス代表取締役です。ワンワンハウス若松店にてしつけやシャンプーを受けていたジャーマンシェパードのアダム君、しかし店から帰ってきたのは元気なアダム君ではありませんでした。いつもと変わらずサロンに預けていると、14時頃店長の大山田氏から連絡がありました。アダム君が病院に運ばれたと。15時過ぎに病院へ行くとすでに息絶えた後でした。
事故を起こしてしまい申し訳ございません。ワンワンハウスからお詫びはこの一言だけでした。店長の証言はこうでした。シャンプー中にアダム君が暴れたんでしつけをした。見せられないギリギリの訓練だったが、殺意はなく事故である。示談で済ませてほしい。アダム君は名前を呼べば振り向く穏やかで優しい犬。決して人を襲ったり暴れたり飛びつくような犬ではない。同日従業員から内部告発を受けます。1メートルほどの狭いシンクに大型犬のアダム君を無理やり伏せさせようと押し込んだところ、伏せを拒んだアダム君が立ち上がり毛をブルブルと震わせました。1メートル弱では伏せができないみたいです。そんなアダム君を見た店長がしつけが必要と判断。息ができなくなるまで首輪を締めて顔に水をかけること1分、歯茎が真っ白になり動けない状態になってしまいました。内部告発によると2年間で約10頭もの犬が亡くなったという、そういう事件です。もうちょっといい写真があったらいいんですが、すいません、これで頑張ります。一応もう1枚だけありました。これも一緒に見ます。眉もね、片方がいつも見えないんで完璧には見えないんですが、目もセットで見てみましょう。比較的まぶたと眉の間は狭く、かつ右目はまぶた少しだけ下がりがちですよね。目はそんなに開かずに目頭、まあ面相枠では琉球と言うんですが、少し切り込みが入ってるように見えます。すいません、写真が小さくて。おそらくは情報収集、情報操作などがうまく、そこからビジネスを成功させるタイプ。特殊な職業や専門職、人がやらないようなポジション向きとも言えますが、思考や考え方が過激と読みます。ぶっ飛んでいる人に多い面相と読めますね。意外にも頭は悪くないです。要するに俗に言う天才となんとかは紙一重的な表現です。鼻が特徴的ですよね。鼻筋の部分は少し痩せていて、かつ長いのがわかります。そして鼻先がちょっとだけ垂れている感じ、これは理想を求めて協調性がない人によく見られますが、口先がうまく、そこでまあまあ稼げると取れますね。この人を全体で読むなら、情報を操ることを得意とするので、うまく人を騙せるが、バレた時には一気に落ちていく。いかにバレずにずっと仕事をできるかがポイントですが、下の人間なのには愛情を持って接することはできない人間で、自分とお金しか信じられない系かなとしか読めないですね。どこまで汚いことをしようが捕まらずに稼いだもの勝ちというマインドで生きています。子犬や子猫がどれだけ無残な死に方をしてようが、おそらくこの人は、それがどうかしましたか、僕が何か法律違反をしていますか、善悪の基準ってそういうことですよね、それってあなたの感想ですよね、と返してくるでしょう。確かに法律の穴をついて金を稼いでいることは間違いない事実で、現時点では警察行政も動きづらいのでしょう。だからこそ週刊誌やガレソさん、杉本彩さん、僕もそうですが、みんなでこのことをできるだけ多くの人に知っていただき、拡散する努力ですね。この動画を見た皆さんも周囲になるべく広めるようお願いします。